お客様、次回ご案内でマシュマロお待ちください。May I have the attention please? Passengers of Group 3, please proceed to the gate C. Passengers of Group 4, please hold shortly. Thank you. から来た飛行機の折り返しが札幌ということで、ちょっと時間待ちになりそうですね。その間、まあ、飛行機のね、ラウンジに過ごしていればいいと思います。ちょっと今からいろいろですね、喋りたいと思ってるんで、人がいないとこに行ってベラベラ喋ろうかと思ってますね。この辺でいいですかね。人がいませんので、ですね、今、手荷物検査とか荷物が終わりました。搭乗口周囲にご搭乗ください。機内通路交差する緩和にご協力いただきまして誠にありがとうございました。本日もスターラインズメンバー A 名をご利用くださいましてありがとうございます。Now we invite all passengers from Group 1 to 4. Please proceed to the gate C. Thank you for flying with ANA. ですね、このようにですね、青森までの航空券です。レシートですね、搭乗控えですね。手に入れました。広島札幌乗り換えということでですね、ちょっとこの辺でしゃべろうかと思ってます。で、今回ですね、今までこう生きてきてですね、サラリーマンとか雇われてたんですけれども、今回ですね、青森の観光産業に投資しまして、その投資先が調子良ければ私への配当とかもね、高まりますので、ちょっとこの1年ですね、昨日ですね、4月1日新元号が発表されました。令和ですね、令和、新元号が5月1日からなるということでですね、この年は私もいい年にしたいと思ってまして、ちょっと力入れてました。で、令和にふさわしいようなね、こう1年間にしたいと思ってます。今ですね、広島空港の、スペース、ちょっと航空会社の JAL のラウンジに入りたいんですけれども、ちょっとラウンジの中で喋れないので、話せないので、ちょっとここの人がいないところでですね、喋ります。で、今回ですね、投資を決めたっていうのは、まあ、先ほど言ったようにですね、 AI とかロボットが出てきて、人間死ぬまでの間で、ね、暇つぶし何したらいいかって言ったら、結局遊ぶしかないと思うんですね。新しいですね、今までないものを生み出す頭の偉い人とか、そういった人とか、あとは時間を潰すレジャー、観光、まあ、そういったところは伸びてくるだろうということでですね、今回投資させていただきました。で、投資先がまあ青森ということでですね、奥入瀬が近いんですね。で、非常に人も集客力の高い奥入瀬が近いということでですね、観光業としても有望じゃないかということで、青森を投資先に選びました。で、これから青森に出発するんですけども、ちょっといろいろ飛行機の中で搭乗まで時間がありますので、いろいろ喋ってみたいと思います。まあ、ベラベラ喋りながら歩いてます。今度スプリング航空ですね、11時便ぐらいですかね、成田行きっていうのが見えます。まあ、スプリング航空もかつて、乗り使いましたね。投資ですね、これからどうしたらいいかって言って、いろいろ考えてきました。で、サラリーマンとかいろいろいっぱいやったんですけれども、結果的にですね、自分で投資していった方がいいということに結論に至って投資決めました。これからですね、投資人生ということの、まあ、今まで少しずつ投資はやってきて、いろんな企業とかですね、どこに投資したらいいかっていろんな人にコンタクトして、広島から東京に行ったりですね、いろいろやってきました。それでですね、今回青森ということでですね、
複数ある投資先の中から、青森に、今回はちょっと重点的に力を入れて、非常に有望なので青森の観光産業に力を入れたいと思っております。ちょっと放送が入ります。 ANA から出発便のご案内をいたします。10時25分発羽田空港行き ANA676 便はただいまご利用のお客様皆様を沖縄へとご案内中でございます。当便にて東京羽田空港へご出発のお客様は保安検査場ご通過になり搭乗口 C よりご搭乗ください。何話そうと思ったか忘れてしまいましたが、そうですね、青森投資先一つ選んで今回力を入れていくということでですね、今回、青森に出発します。広島はですね、桜が咲き始めて市内はもう満開です。広島は春なんですけれども、札幌青森っていうのはまだ雪の中だということでですね、今回ちょっと雪を楽しみ、飛行機到着の時には雪だらけじゃないかと思っております。途中ですね、酸ヶ湯温泉のあたりです、雪の壁が見えるかと思います。それも録画しようかなと思ってますので、しっかり充電していきたいと思っております。いろいろ話がごちゃごちゃになりましたが、私ですね、12年間サラリーマンをやって、その後ずっと契約1年単位の契約の仕事をずっと、6年間やって、 ANA からお客様のお呼び出しを申し上げます。羽田空港行き676便ご利用の笹田誠様、6年間派遣とか契約とか全員笹田誠様、その辺りの仕事をやってきたんですけど、お客様のご利用便はまもなく出発いたします。お近くの ANA 係までお知らせください。就職活動をずっとやってたんですけれども、なかなかですね、30代後半から40代にかけてですね、無理だということが分かりました。惜しいとこまで行ったことがあるんですね。イギリスの会社で英語の面接を受けましてですね、最終面接のファイナル2人まで選ばれたんですけれども、最後の最後でですね、ファイナルで、ちょっと年齢を理由に、不採用だったということで、非常に残念な件があって、あれが合格してたらですね、私もイギリスに半年ぐらい住めたんじゃないかと思ってたんですけど、不採用になってしまったと。それでですね、もう最終職諦めたのでね、もう無理だと。無理なことをね、ANA からお客様のお呼び出しを申し上げ、結局雇われるんですだから、雇われるっていうのも、羽田空港行き676便ご利用のお客様は皆様搭乗口 C よりにご搭乗ください。雇われてる以上、する以上リスクあるということですね。いろいろ再就職とかいろんな企業を何十社って受けたんですね。やっぱりサラリーマンの再就職って非常に難しかったです。非常に難しいです。これはですね、一旦日本の社会っていうのは一旦レールから外れたりすると立ち直れない仕組みになってるんですね。で、私そういう仕組みも変えたいなと思って、実は政治家もやりたいなとちょっと心の中では思っていますが、なかなか政治家になるのも難しいので、まずはですね、自分の基盤をしっかりしようと、今の経済構造仕組みの中で、お金を自力で稼いでいける方法っていうのを考えて、投資して、生きていくと。で、複数投資することによって自分が働かなくてもですね、配当金とか顧問料とかコンサル料みたいなのが入ってくる形でですね、で最終的に私はもう誰にも雇われなくてですね、自由人で、生きていければいいなと思っております。ですのでまだですね、確定しないですね。この先今動画撮ってますけれども、今後全ての事業が失敗する可能性もあります。やり直しのきかないガチの人生ですので、非常にこの先見通しが立たないまま、こういった、私の生き様っていうですね、そういうのを見てもらおうと思って、ビデオで、録画、私の行動を逐一、出していきたいなと思っております。この動画をご覧になっているですね、中年の男性のサラリーマン、リストラになって再就職かなわない方もですね、私もですね、なんとか爪の先を灯しながらですね、お金を貯めて少し投資できる金額をなんとか、リストラになった時も割増退職金も加わってですね、なんとか投資できるというふうに揃いましたので、サラリーマン時代からですね、少しずつお金は貯めてたんですね。で、それをなんとか投資とか企業に回してですね、で、私もいろんなお客様、ダメになった、お客様もたくさんありますが、なんとか生き残っている中で、有望なのが、青森ということで、ちょっと青森の観光産業、他も紹介していきますが、まずは青森の観光産業ということでですね、次の冬までですね、今春なんですけど、次の冬の入り口までですね、青森に人生かけて滞在してですね、現地のリポートとか報告とか、どんなこととか、あとは追い出せとか、ドアだとか、発行だとか、
青森、秋田、あの辺のこうどんなことが起こってるか、これから何が起こるか分かんないんですけれども、まあ、ちょっとあの動画で上げていけばいいなということで、考えておりますので、この動画をご覧になってるですね、リストラされて引きこもり、私もですね、正直言うと6年間引きこもりですね、間違いなく引きこもりです。もう家をですね、一歩も出ない日が何日もありました。で、引きこもりからですね、やっぱり立ち直るきっかけということでですね、投資、いろいろ引きこもってるものもですね、ずっと単純に引きこもってたわけじゃないですね、いろんなインターネットを使ってですね、情報収集したり電話したりですね、情報収集した中でですね、いくつか有望な投資先を見つけて、なんとか投資で生きていくとということですね。私も青色申告を昨年申請しましてですね、今回今まだ会社法人設立しないんですけれども、個人事業主としてですね、経営支援業というのを始めて、今回3月に確定申告を終わらせ、1回分終わらせました。大赤字でした。で、今年はですね、黒字になるように頑張っていきたいと思って、まあ、あの気合を入れて、まあ、お客様や先、投資先へ乗り込んでですね、実際に自分も働いて、肌身感じて、観光産業とは何かっていうのをちょっと体感してこようかなと思って、今回出発を決意しました。そろそろですね、ANA の羽田空港行き出発ですね、635便って言いましたからですね、ボーディングビーチが発射されて、ドアクローズですね、そろそろ先進便が始まって滑走路に行くんじゃないかと思ってます。これはですね、おそらくどっちから飛ぶんでしょうね、ちょっと飛行機の動き方を見ながらですね、追っていきたいと思いますが、離陸を見送ったらですね、 JAL のラウンジに行こうかと思ってます。それまででね、まだまだあの離陸で姿が見えなくなるまで時間ありそうなので、まあ、もうちょっと喋っていこうかなと思ってます。で、私ですね、この動画で何をしたいかっていうと、全国の日本の、 あのサラリーマンとかリストラ、あるいはですね、サラリーマンになってなくて、あの大学とかが専門学校出たんだけれども、学校出たんだけれども、そのまま就職できずに、あの引きこもってしまったって人たくさんいると思うんですね、何十万人って。で、私もですね、2001年に大学院卒業しまして、修了ですね、工学修士、まあ、半年まで行かなかったんですけど、まあ、工学修士って言ったら、まあ、大卒みたいなもんですよ、学部卒みたいなもんですよ。で、それで本当は博士課程まで行こうかなと思ってたんですけれども、まあ、早く就職してお金も欲しかったということでですね、就職しました。で、大手企業で皆さんもご存知の有名な会社です、某なんちゃらっていう会社なんですけれども、言いませんが、そこへ入ってですね、私も安定した人生があるんだろうと思ってたんですけれどもね、いろんな為替の事情とかいろんな事業で、リストラされてしまいましてですね、もう会社の都合で全てが傾くんですね。まあ、私が選んだっていう責任もあるんですけれども、自分の責任じゃないところも方が大きいんじゃないかなということですね、まあ、あのショックを受けてですね、まあ、引きこもり、ちょっと体調崩したこともあったんですね。真面目な性格が影響しましてですね、飛行機動き始めましたね。な感じで、私も引きこもり経験してますので、この動画をご覧になってるですね、中年、私も独身です、結婚するチャンス何回かあったんですけれども、なんかリストラされたら、なんか結婚破談、になったとか、いろいろチャンスを失ってですね、まあ、結婚したいなとは思ってるんですけれども、非常に厳しい状況ですね。これからの投資の生活で安定してくればですね、ぜひ相手がいれば欲しいなとは思っておりますが、まあ、まずは自分がちゃんと稼げるっていうのを、目指していきたいと思ってますということでですね、まあ、無駄になくですね、リストラになったりですね、うまく就職活動がうまくいかずですね、思ってしまった人と私は ほぼ同じなんですね。もう能力もあんまり大したことないし、皆さんの人に引き止まってる人と私は同じレベルだと思うんですよね。で、なんとか私はですね、まあ、サラリーマン時代で少しずつ貯めてたお金があったんで、まあ、それをきっかけにですね、もう思い切った勝負を出て、今ですね、経済構造変わろうとしてるんですね。今まで私の親の世代はですね、大量生産、大量就職、大量で消費というようなことをやってれば、右肩あたりに成長を遂げることができたんですけども、今ですね、バブルが弾けてですね、経済構造変わったと思うんですね。もう終身雇用終わりと言われて、もう久しいと思うんですけれども、なかなかですね、人間のマインドっていうのはすぐ変えることができないようですね。私も
再就職しないといけないと思ってたんですけれども、なかなか難しいっていう現状があって、9時代に、まあ、独立っていう道を選んでしまったっていう、まあ、自発的っていうよりかは、もう外部的要因で、まあ、そうせざるを得なかったっていう感じになってるんですけれども、まあ、何度か私もですね、企業とか自分で営業していくと、稼いでいくっていうことに、なんとか思い越しを上げましてですね、やり始めましたので、この動画の皆さんでですね、引きこもりになってるとか、会社リストラになって、家の中に閉じこもっている方がいらっしゃったらですね、本当投資っていうのはね、50万円ぐらいからできます。やっぱりまとまった金は必要なんですけど、50万円ぐらいからできますので、なんか投資先を見つけてですね、で、そこと、なんか、協力して一生懸命汗を流すとかっていう感じで、ね、社会復帰していただければなと思ってですね、この動画をご覧の皆様もそういったきっかけになってほしいなとか、こういうふうに私もですね、中年のおじさんなんですけども、おじさんが苦しみで苦しみながらもですね、この大きな地球の中でですね、まあ、踏ん張ってるということを少しでも多くの人に知っていただいてですね、引きこもってる方とか悩んでる方のこうお力に勇気を、よく、ね、勇気を与えるって言うんですけど、与えるっていうのは失礼な言い方だと私は思ってますんで、なんとか奮い立つきっかけになっていただきたいなということでですね、私もこの動画をお送りしていきたいと思ってます。飛行機どこ行っちゃったかな、あっちも行っちゃったのかな。そうすると、西側側から東へこう飛ぶっていうような感じですかね。向こうから飛行機が走ってきたら、リフちゃんと会えるかな、場所変えた方がいいかな、場所変えるか、場所変えると見えなくなるのか。ちょっと前のガラスが、邪魔ですね。あそこの前まで行きたいんですけど、残念ながらここはですね、到着者のお客様が通る、搭乗客が通る通路になってますけどね、行けないんですね。なんですけども、そこまで公園寄れませんが、まあ、ちょっと、飛行機をちょっと見ていただこうかと思ってます。そろそろ、いたいた、あそこにいるじゃん。まだ今からタッチングが始まるんですね。東の方に向かってますね。ひょっとしたら東から西へ離陸するんですかね。いつも東京便の場合はですね、西から東に飛んじゃうんですが、今のご覧になっている方角はですね、南の方向ですね。この向こうはですね、ちょっと竹原とかですね、少ないかになりますね。東に向かってますね。ボーイング、これ787日本航空より出発便の遅れについてお詫びとお知らせを申し上げます。札幌新千歳空港行き10時50分半3403便はお乗りいただく飛行機の到着が遅れておりますため、出発が遅れます。申し訳ございません。ただいまのところ新しい出発の時刻は千歳空港で定刻より25分遅れの11時15分東まで11時15分を予定しております。タキシングして西に向かって飛ぶ。出発のお客様にはお急ぎのところご迷惑をおかけいたしますが、搭乗手続きをお済ませ西から東に飛ぶ場合はさっき見た場所がちょうど離陸ポイントに近いところだったんですけども、飛行機は東の方にタキシングしてしまいましたので、この辺りがですね、離陸ポイントとして見たんじゃないかなと思いますね。ちょうどこの正面がですね、3本線がちょうどあるということで、飛行機がですね、ボーイング787-673便が来るのをちょっと、ね、待とうかなと思ってます。ベラベラ喋ってたらですね、飛行機が来るのを見失ってしまいます。取れなかったらね、みっともないので、ちょっとここは飛行機が来るまでちょっと集中しようかなと思ってます。